第3代アバコーン公爵、ジェームズ・アルバート・エドワード・ハミルトンは、イギリスの貴族、政治家、ガーター勲章勲釈師、聖パトリック勲章勲釈師、イギリスの数密顧問官、北アイルランドの数密顧問官、1922年から1945年まで、初代北アイルランド知事を務めた。ロンドンピカデリーのハミルトンプレイスで、ハミルトン公爵、 ジェームズ・ハミルトンと初代ハウ伯爵、リチャード・カーゾン・ハウの娘、メア・ディアンナの間に長男として生まれる。名付け親の中に、ウェールズ公、アルバート・エドワードがいる。出生時は、祖父・ジェームズが公爵であり、次々大の継承者として、ハミルトン死爵の1885年に、父が就職してからは、ハミルトン公爵の儀礼称号を称した。 イートンカレッジで教育を受けた後、大尉として第一ライフガーズ連隊で軍務に就き、ついで少佐としてノースアイリッシュホースに参加。1900年から1913年までロンドンデリー選挙区選出の庶民委員議員。1901年には父、ジェームズのエドワード発生即位を伝えるヨーロッパ歴法に同行した。所属していた アイリッシュユニオニスト・アライアンスは保守党を中心とする連立政権に参加しており、1903年から1910年まで院内幹事を務め、1905年にゲアするまで与党の院内幹事が任命される王室会計局長官でもあった。またドニゴール憲副党官やティロン憲党官に任じられていた。1913年に父親の死去によりアバコーン公爵、 アバコーン公爵、アバコーン伯爵などの爵位を相続、第四代アバコーン公爵として、貴族院議員となる。1921年から翌年まで、北アイルランド議会の元動院議員。1922年、聖パトリック勲章を授けられる。同年新設された北アイルランド知事に任じられ、以後20年以上にわたって、北アイルランドにおける、イギリス王の名城を務めた。 1928年にガーター勲章を、1945年にロイヤルビクトリア系職を授けられ、また1945年にイギリスの数密顧問館に劣せられた。1928年にはクイーンズ大学ベルファストから名誉法学博士号を授与された。第4代、ルーカン伯爵、チャールズ・ビンガムの娘であるレディ・ロザリン・ビンガムと、 ロンドンナイツブリッジのセントポール協会で結婚した。二人の間には二男三女が生まれた。アイルランド貴族やスコットランド貴族は貴族代表議員に選出されないと貴族院に出席できないが、グレートブリテン貴族は全員が貴族院に出席できるため、ありがとうございます。